改造されましどんなものだっけ50年代どこの知り合いでよし。このね、うん、この石は積みにくいやん、不揃いでよ。うん。うん、で素人だったらできやんなと思うところはどんな点やと思う？下やと思うわ。地ならしをきれいにせえへんこと。地ならしと目地割り。目地割る。これ目地割っちゃうよ。最初に炭打っちゃったやろ。うんうんうん、うん。あれが一番しにくい。あれ合わせてるよってに、うん、そいつらがこれみんなこの炭通りに積んでんね、うんうん、ここほらこう炭入ってるやろこれ、うんうんうん、これはこれやね、うんうん、これが通ってるわけよ、ほう、大体な、うんうん、あの通しちゃうね、それでこれみんな積んでも大体目は揃ってんね、うんうん、これは素人の人ではでけんと思う、うんうん、これは年数か経たな、あの割り方目地割りちゅうし、これ、うん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 、目地割り要せんと思う、うん、素人の人ではな、うんうんうん、地べた低い石を積む石に使ってんねん。あ、積みにくいもんを積んでるわけやんか、うん、本来積むもんじゃないものを積んでるわけやんか、うんうん、ほだらね、あ西川さんよってこんな積んでくれたけどね、うん、他の人だったらね積むよ。でもこんな綺麗に積まれへんやろ。いや、これはな、あんまり綺麗に積んだらあかんそれもあんねん。それでもな、うん、この夜の嵐や、上に乗せるやつは二面がよ、うん、割りかししっかりしてんね、うん、この二面が、こことここがしっかりしてるやつを探して使ってるわけよ。この面とこの面、この面とこの面は四角になってるや、うん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 、この幅はもう合わされへんからやで、うん、これとこの二面はしっかりしてんね、うん、この裏見たらわかんねん。ほら裏が不揃い、へこんだりいっぱいしてんね、うんうん、ここでへこんだ石とか色斜めの石とか使っちゃうね、うん、なるほど。これはこう、これとこれは二面がしっかりしてるよってに、うん、上見ても四角になってるや、うん、なるほど。そんな石を寄ってるわけや、ここであの探してるわけよ。それが大変や、それが大変や、見つけんの、うん、てかこの石やったらどこに持っていったらええってあの考えてやってるわけ。それでここらは細かい石を入れてるわけ。いや、あるのきついとこは、あるのとこ、このな、大きさが石違うや、うん、うんうんうん、一個一個よ、うんうん、ほなら明治がこう真ん中入れへん、うんうん、それで大体真ん中入れなあかんってこういう跡探してきてまた入れてる。へえ。ほらこのなんか積んでいくつい横でね、うん、これをこっから選んでくれる人おったら、あったら選ぶな、職人が積むもんが選ばな、しゃあないん、うん、分かれへん、こいつが選んでも嫁さんがちょっとやってるけどよ、うん、嫁さん選んでも分かれへんわけ。あ、そうなんか。そりゃそうや。そうか。それは大変やな。探すのが大変。大変やな、うん、あ。誰か探してくれたやつ積んでいくだけだったら簡単やろうな。簡単やけど、それはできへん。それは、うん、あの積むものが探さなあかん。それはこの石やからやろ、これやからやろ。そうや。他のやつだったら綺麗によ、なっちゃう先にこんな苦労ないわけやんな。ないないない。全然そういうのはない。うん、あの人道でこしらえたもんやったらな、うん、同じ形やからで、うん、誰が持ってっても一緒やね、うん、それでもあのこなして、うん、こなして、手作りやしなこれ、うんうんうん、手で割ってんし中国人が、うんうんうん、それに結局時間かかるわけですな、うん、中国人手で割ってんうち、田尻歴史館へ行ったらね、ここ田尻町のよ、阪南市の、そうそうそう、阪南のよ、あんた田尻家、違う違う、見に行ったん、見に行ったん、あこれどこ、田尻歴史館のね、うん、カレー食べるとこへ見に行ったん、うん、ほたね、これこんな細かいやつをこう扇状にこんな昔の、あ、してるしてるしてる、これも難しかったやろ書いてね、見る目が変わってもてよ、難しいねなあれ、そうあれ大変よな、うん、あこれ風のな、これ、うん、去年か、うん、一昨年か、うん、風でな、うん、
集会場や団地の、うんうんうん、それ放射状っていうのあれ放射状に、うんうん、放射状にしたんよ、うん、そんな意思あるわけあ放射状にも放射状って絵にちゃんと載っちゃうあそうかサークル中でな、うん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 、ちゃんと載っちゃうもうそれはこれぐらいの R でってもう決まったように切った石やろ天然石でやったらこっち難しいあなるほどなあでもあれ天然石と違うあれ天然石やあるほなだいぶの腕のある人がやっちゃうな、うん、これで合わせるそれでも放射状やったらよ全部斜めになるはずやで斜めなってた斜めになってた斜めのなったやつ凍ってんじゃんうん、そんな感じ、うん、うん、そんな感じだった放射状地なよ、うん、斜めになってるやつ買わなできへんあ、そうか職人でもできへんお、そうなんやそろそろこれ一個一個みんな切ってこんなんしたらごつい手間今かけてようん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 ごついでそれも放射状になってるわな、うん、あ、そうか、うん、私よここよ斜めやよってによこう放射状にするんかなどんなするんやろうと思っててんけどこんなんで放射状なんか出て無理や出た無理出そうかうん、うんそれはな、そのサークルっていうもんがあるわけ。うん。番号売っちゃう。カタログ機はタカちゃんにやったけどよ。タカちゃん持ってる。持ってんで。その、それはな、うん、あの、そんなになってんで。うんうんうん、こしらえちゃうね。うんうん、からな、このパレットで凍った時にな、うん、パレットに放射状になった状態で持ってくんで。うんうんうん、それの通り大きいよっていう。うん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 、まだこれが難しいわあそうか、うん、その放射状やったらもうなっちゃうんやからよその通り置いたらいい、ねうん、番号打っちゃうんや、うん、こう丸の中心から1番2番3番4番5番って打っちゃうん打っちゃうのかうん、5番は全部こう5番を並べていたら丸っこいなんねうーんインターロッキングでも全部あんねんそんな、うんうん、そんなやつ売ってんねんあのカタログに載ってるよこないなったやつ、そうかうちまあこうやってもうてからね、うん、そこらの庭をちょっと車に乗りながら見てしまうんやでしょ、うん、ほいだらよどんな金持ちの庭よりもよ、うん、うちの庭しか一番かわいいよかわいいよりうちの婿さんもねそんな言うんよこんな手間のかけてる仕事ない、うん、今時なあ今時ないこんだけでうちが3日かかってやもんな、うん、丸々、うん、一歩もせんとやってやもんよ、うん、それでもようやらやりきれんやもんいやこんなんでもな、うん、大きいの小さいのいろいろ合わせてやってん、うん、こっちが小さい石積んだらここ小さい石になってんの、うん、ここが出てきたらこんなやつを入れてるわけ大きいの入れたらはみ出るや、うん、そんなやつ合わせてこれな中国産やから余計な、うん日本産ってさ、もう日本人ってきっちりしてるやん、うんうん、中国で大雑把やろ、うん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 、それで余計やしあのな、一回な、うん、中国人がな、温室を建てた温室建てた温室よ、貿易やってんですよ、中国人やねん、うん、台湾人やねん、うん、それで中国でな、貿易やってんよ、うん、そいつがな、温室こしらえた、うん、だから図面そいつは書いてよ、うん、だから僕らにこの通りやってくれって言うたんです、うん、それから中国から一月経ってからや、うん、中国からシナモン来たんです上野な、うん、上野な温室、うんうん、あの円錐形の、うんうん、分かる温室モンゴルのテントみたいなそう、うん、あんなやつを二目こしらえて、うん、図面で僕らその下にちょっと変わった石積んで、うんうんうん、それからやってちゃんとして、うん、か中央から品はい品物来ましたって言うてやね、うん、でか僕ら立ち寄ったわけ、うんうん、来てくれって言って、うん、ほんなら出てやへん、うん、あの中国でない1センチ2センチやな、うん、あのどうでもええってほんでどうしたんほんでやり直したな日本の日本のやね鍛冶屋が来て、ね、全部取ったよ取ってもうちゃんとなってるやん円錐に円錐に、うん、それ取ってちゃんとしてばらいてガラスも入ってるやん、うん、それガラスも全部切ってみな合わせおはようございます、うん、今150は足らんと思ういや200も足らんあこれ計算してないもんな、うん、計算してないと200足らん絶対200下は放題だ